頑張るぞ。青州兵が加入して一気に大所帯になったな。けどあいつら素行が悪いから、ウキン殿がいつにも増して怖い顔をなさってるな。青州兵ってのは黄金の精鋭なんだろう。戦力として当てになるなら多少のことは目をつぶっとくしかないさ。そういえば天衣殿と話してる方も新顔だな。あの方も青州兵か。いや、あの方は巨女殿。たった一人で青州兵を圧倒し村を守ってたそうだ。わしらの役目は御大将をお守りすることだ。呂布だろうが何だろうが関係ねえ。全部吹っ飛ばしてやりゃいいぜ。うん、曹操様は畑の周りに兵を置いて畑に出たみんなを守ってくれた。だ、今度はおいらが曹操様を守るだよ。巨著、あざなは中高。大きな体に並外れた力、そして優しい心を持った男である。村を襲う黄金の残党と戦っていた巨著は曹操軍と遭遇。畑を守ってもらった恩から曹操の親衛隊となった。折しも曹操は留守にしていた遠州を呂布に攻められ窮地にある。遠州に取って返す曹操の軍列に巨著も加わることになった。でも出発はご飯を食べてからでいいだか。おいら腹減っちまったぞ。いや、おめえずいぶんのんきだな。みんな遠州を取られて泡食ってるってのによ。巨著の言う通りよ。腹が減っては戦はできん。急を要すればこそ大前と構え万全で臨まねばな。今加工屯と純育が先行して向かっておる。わしらは十分に準備をし遠州奪還へと向かう。巨著、天衣よ、お主らの働きに期待しておるぞ。うん、おいら頑張るだよ。曹操様の城は全部取り返してやるぞ。よっしゃ、じゃあまずは腹ごしらえだな。巨著、たらふく食って大暴れしてやろうぜ。よっ、ほう、よっと。
何を召し上がりますか？またのお越しを。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。馬がご入り用で。またお待ちしてます。へい、いらっしゃい。毎度どうも。いらっしゃい。毎度どうも。
申し上げます。帝都が陥落、利権殿が遠州の下おじき進め。立ちはだかる者は全て切り伏せよ。様、ここはもはや呂布殿の城、速やかにお引き取り願いましょう。裏切り者が抜け抜けと。ここは殿のもんだ、とっとと出てき。この地の攻防は戦局を左右しやる。私たちで守るぞ。行くぞ。あるぞ。今こそ敵の要所を叩く。ここまで攻め込まれると、急ぎ策を講じなければなりませぬな。策などいらん。あの程度の雑魚、この俺がひねり潰してやる。今こそ敵の要所を叩く。この地は戦の要、必ずや守り抜きますぞ。くれてやろう。よし、俺たちの勝ちだ。いやー、牧羊を取り返せてほっとしたぜ。無事遠州を呂布なあ、純。頑張るぞ。おお、曹操殿、よくぞおいでくださった。陛下。
者は無事じゃ。帝殿、止まれ。誰が乗ってるのか中を見せろ。振り切れんか。やむを得ぬ、倒さねばならんな。巨女殿、半海とは漢の高祖劉邦の護衛、主君の危機を幾度も救った猛将でござるぞ。おいらそんなにすごくないだよ。いや、お主のこれまでの功は半海以上と言っても過言ではない。そんなに褒められると照れるだよ。祖祖様、ありがとな。そういえば、天衣も祖祖様に悪来って褒められていただ。天衣、ようやくおいらおめえに追いついたみてえだ。これからも頑張って曹操様を守るから見守ってくんよ。五軍の一部はすでに長江を渡ってですが、領州の勢いをくじき、皇庫の憂いは立った。赤壁の狩り、今こそ軍の猛攻から曹操を守り抜いた。巨著らが漢中で粘っている間に、軍神関羽が慶州を北上。ことは曹操の目論み通りに進む。関羽は漢中から急行した夏侯惇らによって倒された。そして曹操もまた最大の脅威が消えたのを見届け没する。頑張ろうと誓った友も、守ると誓った主も、もういない。巨著は故郷に帰り、一人畑仕事に精を出していた。いい天気だな。巨著よ。総妃様、どうなさっただか。お前を召し上げに来た。その経験を生かして我が近衛兵を率い、そしてゆくゆくは葬儀を支える猛者たちを育てるのだ。おいらが育てる？できんとは言わせぬぞ。不毛の地と言われたこの場所でこれだけの作物を育てるお前だ。人を育てることくらい朝飯前だ。人も畑も同じか。総妃様、分かっただよ。おいらもう一度頑張ってみるだ。